これぞ働く者のバイブル、学識サロンの間です。今回は稲森和夫さんの著書、稲森和夫1日1元、これを紹介していきたいと思います。稲森和夫さんといえば、私が超リスペクトしている人の中の一人なんですが、京セラ、KDDI、JAL、この3つの世界的企業を率いた超絶すごい人だってことは有名ですよね。私昔から稲森さんの本が大好きで、仕事で辛い時とか稲森さんの本を読んで、いつもねエネルギーもらっていたんですよ。特に会社を辞めて独立した時なんかは、結果が出なくて落ち込むことがしょっちゅうあったんですが、稲森さんの本を読んで毎回元気100倍もらってました。今回紹介するこの本は、そんな私の人生の師匠の言葉がふんだんに詰まった本なんですが、この中でも私がかなり影響を受けた言葉を3つ厳選して紹介していきます。特に最後の1つがおすすめです。それでは最後までお楽しみください。1つ目、人生方程式という話です。この人生方程式というのは、私が一番影響を受けた考え方なんですが、それが人生、仕事の結果イコール能力かける熱意かける考え方というものです。これは天才ではなく平均的な能力しか持たない人間がすごい結果を出すためにはどうしたらいいのかというものを、稲森さん自身の体験を通じてできたものなんです。まず能力というのは、学歴であったり弁護士、会計士といった資格を持っていたり、部長、役員といった責任のある立場についていることなんかを言います。そして熱意というのは、やる気に満ち溢れて努力し続けられる気持ちのことを指します。この能力と熱意は0点から100点まであって、それらを掛け算するんですが、例えば東大出身という高学歴で能力が90点であったとしても、それに花をかけて仕事をサボって熱意が10点だとしたら900点になりますよね。一方、大した大学を出ていなくて能力が20点だったとしても、熱意が90点あれば1800点となって、能力で劣っていたとしても最終的には2倍の差をつけることができるということなんです。そしてこの能力と熱意に考え方というのが掛け合わされるんですが、この考え方というのは人間としての生きる姿勢を指していて、マイナス100点からプラス100点まであるんですよ。このマイナスというのは、気に入らないからといって世間に対して反抗的な態度を取ったり、そういった言葉を発したりするということなんですが、これ分かりやすく言うと、自分より仕事ができる同僚や部下に嫉妬して困らせてやろう、こうやってしょうもない考えが浮かぶといった煩悩みたいなものです。ですからここで言いたいのは、どれだけ自分の能力や熱意があったとしても、考え方がマイナスであれば、その考え方一つで一気にマイナスに振り切るんですよ。でもですね、悲しいかな、人間ってみんな絶対嫉妬はしますし、他人と比較したくなっちゃいますよね。もし今まで嫉妬したことないよって人は、もう仏ですよね。では考え方をプラスに持っていくためにはどうしたらいいんでしょうか。ここで大事になってくるのが反省と努力です。心は美しくないといけない、心を高めないといけない。まずはね、こうやって思うようにしてみましょう。いきなりこれね、正直無理なんですが、嫉妬をした時に、あ、また嫉妬しちゃったとか、また世間のせいにしちゃった、こうやって反省するだけでまずは OK です。この反省とその努力を続けることによって、考え方が徐々にプラスになり、人生の方程式で成果が出るようになるんです。これどうですかね。私なんてもう嫉妬することなんてなくて、親友でありライバルでもあるサラタメさんの登録者が60万人を超えていようと、ツイッターが私1万人なのに、サラタメさんが4万人もいようとね、全然気にならないですから。2つ目、いい仕事をする条件という話です。例えば同窓会とかで久々に同窓生と会った時に、ああ、あいつ仕事充実してるな、自分もそんな仕事を見つけたいな、こうやって思うことってありませんか。なんか商社とかで働いている人って、こういう時なんかブイブイ言わせてる気がしますが、今回はそういう人ではなくて、心から仕事に打ち込んで人生楽しんでいる人のことなんですが、実はいい仕事をするためにはこれがないとダメという絶対条件が3つあるんです。まず1つ目が、細部まで注意を払う、これです。雑用のような単純作業でも、いや、単純な作業だからこそ逆に丁寧にこなす必要があるんです。神は細部に宿るという言葉があるように、仕事の本質は細部にあるんです。ですからいい仕事をしたいなら、目の前の仕事を一生懸命、一つもおろそかにしない姿勢で臨むようにするんです。ここからは私の話なんですが、この神は細部に宿るというのを私ね、結構意識してるんですよ。例えばこの学識サロンの動画はだいたい10分くらいの動画ですが、実は音声の録音には40分以上かけていて、視聴者の皆さんが聞き取りやすいように一文一文分けて録音しています。そしてその音声を 0.1 秒単位でカットしていって、この黄金の間を作り出しているんです。さらにノイズもきちんとカット、動画編集も丸秒以内に丸個イラストを差し込んで、学識サロンの視聴者さん、通称ガッキーたちが飽きないように工夫してるんですよね。 YouTube やり始めて最初はなかなかうまくいかなかったですが、今となってはたくさんの人にとても聞きやすいです。
こうやって言ってもらえて、本当にね、細部までこだわって良かったと思っています。やっぱね、稲森さんの言葉って本質をついていて、やってみると効果絶大なことって多いんですよね。次に二つ目が、理屈より経験を大事にするというものです。物の作り方っていうのは、教科書を読むとこうやればいいって書いてありますよね。また今の時代では動画でも簡単に学べちゃいます。確かにこれ理論的にはその通りなんですが、実際にやるとなると実はそう簡単にはいきません。ここで大事なのは理論だけじゃなくて経験、この二つがちゃんと絡み合ってこそ本当のスキルが身につくようになるんです。これは読書でも同じで、本を読んでやった気になっている人ってたくさんいますが、これ全く意味ないんです。学んだことをちゃんと実践する、これをして初めて身について、それを続けていくことで自分にしかできないオリジナルのスキルになっていくんです。そして最後3つ目、これが一番大事なんですが、地道な作業を続けていくことを厭わないということです。一言でこれ言うと継続する力なんですが、この力がないと満足する仕事ってできないんです。塵も積もれば山となるという言葉があるように、毎日継続していくことで確かな技術と経験が蓄積されていくんですよね。これは誰だって一度は経験したことあるはずなんですよ。例えば中学校の時の部活、最初はみんな初心者だったかもしれませんが、毎日2時間練習を続けたら2年後には後輩に教えれるまでに成長しましたよね。他にも大学受験で勉強を毎日していたらすごい知識量になって帰ってきます。これは仕事でも一緒なんです。いい仕事をしたいなら継続、これをね大事にするようにしましょう。3つ目、若い人たちへという話です。最後にですね、稲森さんの若者に対するメッセージを紹介します。偉大なことを成し遂げたい、こういった夢と希望って誰だって一度は持ったことがあると思います。特に新卒の時なんかは絶対に大きい成果を出してやる、こうやって思って入社式に行きましたよね。私も昔は中二病バリバリだったので、大きなことしてやる、こうやって息巻いて20代過ごしてきました。ただこの大きな成果を出すために絶対に忘れちゃいけないポイントがあって、それが成果は一歩一歩の地道な努力から生まれる、これなんですよ。いやいや、一歩ずつなんてちんたらやっていたら一生かかってもできないよ。こうやって思うかもしれませんが、そうではないんです。二つ目で継続する力が大切という話をしましたが、継続するだけではダメなんです。 1% でもいいから昨日の自分を超えていくように努力をしていくんです。そうやって一歩一歩の積み重ねによって出た成果というのは、どんどん相乗作用を引き起こしていくんです。これ一郎も同じようなことを言っていて、小さなことを積み重ねることがとんでもないところへ行くただ一つの道、こうやって言ってるんですよね。あーかっこいい。私たちって成功している人にうまくいくコツは何ですか、なんか裏技あるんですかみたいに答えを知りたがりますが、実際そんな裏技なんてないんですよね。稲森さんも創業して間もない頃の京セラでは、優秀な人たちがこの会社には将来がない、こう言って辞めていって、残ったのは気の利かない平凡で転職する力もない人たちだったそうなんです。ですがその10年後にはその平凡だった人たちが素晴らしいリーダーとなって、会社にとってなくてはならない存在になったんですが、その平凡を非凡に変えたものが何かというと、一つのことを飽きずに毎日努力して黙々やる力、これだったんです。安易にね近道選んじゃダメです。一歩一歩 1% でもいいから1日を懸命に積み重ねていくことで、夢を現実に変える集団となり、今の京セラの土台ができたんです。これどうですかね。ここら辺のね稲森さんの泥臭い努力、私ね好きなんですよ。成功している人ってみんな泥臭さがあるんですよね。さらっとまとめです。1、人生方程式、2、いい仕事をする条件、3、若い人たちへという話でした。この本には今回紹介した以外に、仕事をする上で大切な哲学の話や稲森さんからのメッセージがたくさん書かれています。今年達成したい目標がある、今の人生を変えたいという人にはぜひ読んでほしい一冊です。説明欄にリンク待ってありますので、気になる方はぜひポチってみてください。稲森さんの本って私結構昔から読んでいるんですが、正直ね今の時代にちょっと合っていないかなっていう部分も確かにあるんです。データでの解析というよりは哲学的な、いやいや根性論チックな部分もあるんでね、そこが苦手な方もいるかもしれませんけど、私はねそこが逆に大好きなんですよね。私もね中小企業上がりでサラリーマンとしてほんと泥臭いことだったり、ひたすらコツコツやってきたタイプなんですよね。例えば1年かけて営業先を1万件リストアップしたり、いい商品を持っている仕入れ先を探すために日本中の会社調べて片っ端から電話かけてみたり、一つの場所に30回飛び込み営業かけたり、今考えるとね、もっとね効率的なやり方とかあったとは思うんですが、そのね下積みの努力がですね今の自分の仕事の根底にあって未だに役に立っているんですよ。ぜひね稲森さんの本を読んだことがないという人はこの機会に読んでみてはどうでしょうか。
学識サロンが初の書籍を出版しました。めでたい。タイトルは2行でわかるサクサク仕事ノートでして、この中には私が今まで本を読んで実践してみて人生変わるくらい効果が出た、生産性が上がったという仕事術が300以上詰め込まれています。もちろん全てがあなたに当てはまるわけではないですが、私と同じように本の内容で人生が変わる人が一人でも増えてほしいと思って書きました。全部なんてやらなくていいです。読んでみてどれか一つでもあなたに合った方法が見つかったら、もうそれだけでラッキーです。また公式 LINE の方でなんとこの本の中から厳選した18個の仕事術を無料公開しています。ぜひね、プレゼントを受け取ってください。あと最後にお願い、読んでくれたという方は Amazon でレビューだけでも書いてくれたら、もう私まあは飛び跳ねて喜びます。ぜひね、よろしくお願いいたします。さよなら、さよなら、さよなら。